伊東純也、ついに不起訴が確定。不起訴きたー。よーし。ついに来た。やっとだよ。8ヶ月人生狂わしやがって。選手生命の大事な期間が失われて。選手生命を脅した罪をきっちり償ってほしいわ。こんなの許しちゃダメ。こんなどうなるん？週刊新潮はもちろん責任取るよね。反射のつつもたせに味方したんだから。手まで大ごとにした週刊誌は廃刊にしてほしい。この事件なかったら普通にアジアカップ勝ててたからなおさら立ち悪い。ワールドカップ最終予選の楽しみが増えた。嫌いじゃない。